アスター30アスターはユーロサムによって開発された対空ミサイル。比較的射程が短い代わりに機動性が高いアスター15と攻撃防空を担うアスター30とがある。フランス政府は1980-81年度でヨーロッパ各国による対空ミサイルの共同開発に関する提案依頼書を提示した。これに応じて アエロスパシアル社が提案したのが本ミサイルであり、1986年にマトラ社のサミットを下して選定された。1987年6月17日からはフランスのチェルシャ城において死者が開始された。1988年10月には本ミサイルの共同開発についてフランスとイタリアの国防大臣が合意し、 1989年12月にはイギリス海軍も直気防空システムとして本ミサイルを選定した。1995年8月にはアスター30による誘導飛行が開始された。1997年12月には標的への実射試験を成功させた。サムのシルバー VLS3 プ。 T の地上発射基本ミサイルはダートと呼ばれるミサイル本体を共通化しつつ装着する個体ロケットブースターの代償によってファミリー化して開発された。艦対空ミサイルとして搭載される場合は垂直発射式のシルバーが用いられる。ミサイルの誘導方式としては中介工程では艦性航法と艦上多機能レーダーからのアップリンクによる指令誘導。 終末工程では、アクティブレーダーホーミング誘導方式が採用されている。また、終末工程での飛翔制御方式としては、従来の空力制御に加えて、機体中心付近のサイドスラスターによる制御も併用されており、光線改正の目標に対しても優れた追従性を発揮できる。2018年現在では、下記の2種類が運用されている。また、 長射定番のアスター45と弾道弾迎撃ミサイルとしてのアスター60も検討されたものの、これらは実現していない。ただし弾道弾迎撃ミサイルについては、アスター30を発展させたアスター30ブロック 1NT として実現した。また全面的に改め設計して、運動エネルギー弾に二段式ブースターを組み合わせたアスター30ブロック2の開発も進められている。 イギリス海軍、イタリア海軍、フランス海軍、サウジアラビア海軍、シンガポール海軍、ウクライナ海軍、アルジェリア海軍、モロッコ海軍、エジプト海軍。ありがとうございます。